はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。今日寒いですね、本当に。今千代田区10度、もう4月やのに桜も咲いたのに、なんで寒いんでしょうね。これなんか暖房入れてるんですよ、19度設定で。うわ、たまらんわほんまにと思いながら。さてさて、G.com を見てますと、こういうのがございますですね。中国の新型コロナ新規感染1万3000人、都市封鎖の上海で8000人超という記事でございます。3日、ですね、16時25分。この動画はね、4日に上げましょう。はい、別に明日になっても変わりませんから、これは。はい、北京時事でございまして、ちょっと読ませていただきますと、中国政府は3日新型コロナウイルスの市中感染者を2日に13146人、うち無症状11691人確認したと発表した。ほとんど無症状なんですね。いや、それやったらそれでと思うんですけど、中国の新規感染者が1日1万人を超えたのは、湖北省武漢市で感染爆発が起きていた20年2月、診断基準を変更して1万5000人の新規感染を発表して以来、無症状感染者数の公表を始めた20年3月末以降では最多を記録した、ということですね。もうちょっとだけ、ロックダウンが続く上海市では2日も過去最多の8226人、うち無症状7788人の市中感染が確認された。これなんていうか、半分以上上海で起きているということですね。でもそれ以外のところでも7000人ぐらいはいるということですね。7000人もいい品か、4000人ぐらいはいるということですね。3月28日に始まった市東部の封鎖は4月1日に解除予定だったが、ほとんどの地域が厳しい外出制限を継続。1日から封鎖が始まった市西部も予定通り5日に解除されるかは今後の感染状況次第だということで、この記事は終わってます。いよいよですね、中国でもですね、オミクロン、もう日本はオミクロン BS2 かなんかやってますね。今第2と変異株、オミクロンの変異ですね、にバージョンになってるんですけども、中国はどうなんでしょうかね。いよいよこう、もう中国でもですね、本格的にですね、感染が始まったかなという感じがしますね。それでもってですね、日本はですね、緊急事態宣言とかやりましたけども、中国の場合はゼロコロナと言いますね、このロックダウンですね、都市を封鎖するということをやっています。つまり、一人たりとも許さんという、全く封じ込めるんやということをやってるわけですね。で、ちょっと緩めるんかなと思ったら、このゼロコロナは依然として厳しくやってるみたいですね。で、習近平さん自身が旗振ってですね、真面目にやれとこう言ってるような感じがなんとなく伝わってきます。で、これね、なんと言いますかね、今、アメリカやイギリスやその他ヨーロッパの主要国ではですね、もうワクチン接種も終わったし、症状もそんなに、症状というか、その、なんていうのかな、そんなにこう、きつくなくなってきてると、弱毒化してるということなんで、もうええやん、普通にしようと。だからマスクもしてないということらしいですね、アメリカなんかはね。だから大体その白人ってマスク大嫌いですからね。なんか、なんてか知りませんけども。で、来てるのにもかかわらず、中国では依然として、あれですね、ロックダウンとやってるということになりますと、なんと言いましょうね、その、落差が大きすぎるわけなんですよ。で、イギリスなんか多分もうね、人口の半分以上感染したんちゃうかなと、そんな感じがしますね。よう分かりませんけども。なんで、集団免疫がほぼできたんちゃうかなという感じがしています。ところがですね、その中国がロックダウンする理由、いろいろあるそうなんですけども、中国は中国でですね、自分のところのワクチンの
接種を進めた結果ですね、もう8割方2回は接種しているということらしいんですけど、どうやらですね、中国のワクチン効かないらしいんですよ、オミクロンには特に。ということはね、ということは重症者がいっぱい出てくる可能性があるということなんですね。だからゼロコロナでいかないとしゃあないんですけども、ゼロコロナやってるといたちごっこでね、終わらへんよそれっていう感じで、中国広いしね、人いっぱいいるわけなんですよ。そしたらこっちの上海封鎖したら次は北京かみたいな、北京封鎖したらチョンチンかとか、信用かとか、天津かとかで、だって1000万以上の都市が10いくつあるんでしょ。で上海って知らんうちに2500万人近い都市なんですね。多分2500を完全超えてるでしょうね。その登録してない人もいますからね、住民として。なんで、まあそれはいいんですけど、これからこういたしごっこで次から次へと都市封鎖をしていくと、ただでさえ今ね、経済がなんていうか大減速してるのにですね、さらに減速するんちゃうかと。で日本にも関係あるのは、サプライチェーンがまたあかんようになるのちゃうのと。まあ今は半導体だけで済んでますけど、もっと他のものも足らないようになるのちゃうのということになると、これ世界経済減速の大要因になるということですね、ゼロコロナは。今年の初めですね、ユーラシアングループというところがですね、どこにあるのか知りませんよ、なんか割と有名なそういうシンクタンクみたいなところですよね。そこが今年のリスクのナンバーワンは中国のゼロコロナ政策の失敗だというふうに挙げていましたけど、まさにそれになりつつあるわけですね。で、まあ、変な話、ゼロコロナなんかやめてもええやん、もう普通の風邪にしようなって知ってしまった方が早く終われると思うんですけど、集団免疫だったらええやんみたいなんですけど、ただ中国の場合はそのさっき申しました通り、ワクチンが今一つ効き目がないというんで、欧米よりもですね、重症者が続出して医療混乱、医療崩壊を導くんちゃうかという恐れがあるんですね。そのあたりね、なんかね、どうなんか、実際のところデータがないでしょ、あの国は。発表されるデータ信用できないでしょ。だからどうなのか分からんのですけども、それやったらね、もう今ワクチンって、そんなにこう、切羽詰まってないわけですから、アメリカからですね、ファイザーなりのワクチンをわーっといっぱい買えばいいわけですけど、でもそれも顧客が許さんわけですね。メンツが立たんわけですね。自分たちのワクチンが効いていないということを白状するようなもんですから、今更それもできないということなのかもしれませんね。で、これでゼロコロナがですね、明らか失敗したということになれば、それ国民の、中国人民の目にもそれが分かってしまうということになります。そうすると、習近平のメンツが立たんということになりますね。あの国ではそういうこと大事でして、共産党は間違わないんですよ。絶対間違わないのは共産党。この共産党がゼロコロナで失敗こいでるやんということが人民の前にバレバレになってしまう可能性があって、そうなると社会不安ですね。まあでもまあなんていうか予想できたことではありますけども、ゼロコロナが敗れてですね、これから中国はちょっとしたですね混乱になるんちゃうかな。一番でかい上海でも始まりましたからね。ほな上海で始まってるのに北京で始まらへんということはないと思うんですよ。ものすごい感染力ですからね。で今ナンバー2バージョンが日本ではそれが半分以上だと推定されてるわけですね。陽性者のこれからそういうのも入っていきますから、ますますですね、中国製ワクチンが効かないと仮定すればですね、感染者はまたすごい勢いで増えていくんちゃうのという世界で、それがですね、次から次へとですね、モグラたたきみたいにですね、都市封鎖を続けたらですね、2020年ちょうど2年前の一瞬みたいに中国経済が全体的にガツッと止まると。で、単月の GDP がマイナス10何パーになるとかっていうこともですね、ありえますよね。ありえるんですよ。だから、めんどくさいやつらやな、ほんまにと。
本当にめんどくさい連中ですね。それが彼らだけで完結してればいいんですけど、さっき言ったようにサプライチェーンとかなんとかもあってですね、日本も大きく影響を受けて、日本どころか世界的に影響を受けて、またなんか今年不透明なみたいな、そういう感じになりそうで嫌ですね。貼りませんのでね、探してください。この、まあ、他のところでも見れるとしょうけども、gg.com でして、中国の新型コロナ新規感染1万3000人、都市封鎖の上海で8000人超というタイトルの記事でございました。今一応全部私全部読んでいます。はい、皆さんどうもありがとうございました。